こんにちは。ちょっと上手くなるオカリナ童謡唱歌講座です。今日は今吹きました「雪の降る街を」というやつなんですが、なかなか吹かれね、まあ歌でもよくね、もちろん歌いますが、吹かれたことある人、なかなか難しいですよね。なんていうの、音的にも難しいけど、リズムがね、ちょっとこう、前に何やったっけな、鯉のぼりでしたっけね、タッタタタタっていう普天8分音符と16分音符のリズムがで進んでいくやつね。で、その普天8分音符とその16分音符のリズムの感じ方をね、ほんまってまた関西弁ですが、本当のなんていうかな、正確にやるとすごいこう弾んだ感じになるし、別に曲は弾んだ感じでもいいわけやけども、そういうふうにものすごく弾んで吹くか、それともものすごくっていうか楽譜通りね、楽譜通り弾んで吹くのか、それともちょっとこう、しっとりした感じでね、どっか行っちゃったな、吹くかっていうのに分かれるんですが、この曲、今、前半がこう、シャープ、裏とも何もなしの、異端調なのかな。で、後半、タドレミっていうところから、シャープ3つになるっていう、途中でまあ転調しているわけですけど、その辺も含めて、どんな風な感じでね、吹くか。で、勇気の降る街をっていう、このリズムの感じ方を、前、鯉のぼりやった時と同じようなことを言うと、正確に、まあ、こんなテンポで普天8分音符と16分音符ということは、タッ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 タ
回にして最後の1個をね、4つ目をが単独になるわけですよ。そうするとタンタタンタタ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 やから、で割とこう弾んだ感じになっちゃうのね。でもこの曲の雰囲気からいくと、やっぱりちょっと雪の降る街を、ね、冬の歌やから、もうちょっとこうとぼとぼっと歩く感じが欲しいとなると、ちょっと甘めに三連符のタアッタタアッタに近い感じで、の方が雰囲気はいいかなっていう感じはします。でこの曲ね、途中で三連符出てくるでしょね。たらり思い出だけが通り、たたたたんたん通り過ぎてゆくと、もう通りっていうところは普天八分音符と十六分音符なんやから、正確に振るとたんたたん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 ってなんやけど、それもなんか変やし、なんか途中で出てくる三連符のように、ちょっとこの全体的なこの普天八分音符と十六分音符の組み合わせのリズムをちょっとやっぱりね、本当よりも甘めにした方がいいかな。ね、まあ好き好きっちゃ好き好きやからどっちでもいいんだけど、まあ僕が吹くとしたらそういう風に吹くかなっていう、このリズムのことね。それが一つ。それからもう一つは、真ん中ぐらいでね、調子が来るとこね、変わると調子が変わるとこね、次ここドシャープレミになるから、指的にもちょっとやりにくいですよね。だけどここ音程が下がらんようにちょっと頑張って吹かんとね、このっていう、その直っていう、その直前ちょっと単調の暗いままやったんが、っていうふうにパッとなんかこう冬の道からちょっとこう光が差すような感じね。だからドのシャープとレとミーって割とドの音も低くなり低くなり気味でしょ、オカリナにとって。だからそこはちょっと気をつけてね。
で、その次ね。ラシドシャブドド。で、その次2回目。ラシ、次は普通のドっていうわけね。ここで全然シャープが消えるだけでものすごく雰囲気変わるでしょ。だからここをね、やっぱりちょっとそのドシャープじゃ、なくなった。2回目の方はちょっとね、弱めに吹くとまた音下がっちゃうからあれなんやけども、やっぱりなんかそういう気持ちでね、少なくともちょっと明るく日が差したけど、そのまたちょっとこうね、気持ちもなんかちょっとこう、ちょっと抑えた感じでね。まあ音程が下がるけど、それだけは気をつけて。で、一番最後ね。これミの音で終わっちゃうっていうのはなかなか難しいですよね。でもこのミの音も低くならんように、で、切り際。で、こんなになっちゃったら、せっかくそこまでうまいこと言ってても台無しになっちゃうから。もうスパッと潔く切っちゃう。ね。ダラッダラッって下がるよりはその方がいいかな。ね。なんか短い曲ですがね、なかなか練習しがいのあるリズムをどう感じるか、転調したところをどんな風な感じにするか、ね。ちょっと自分でね、研究していただければと思います。最後に一回。